2台連続で行くときありますからね。風強い。うわ、空いてる。いや、すごい空いてますね。で、結局ここで止まってるだけでしょ。な、この人ぶっ飛んでいった人でしょ。もう分かりますよね、この交差点の信号で止まるよっていうだけの話なんですよ。それを分かっていただければ嬉しいです。結局赤信号で止まって私の前にいるだけというね、まあ、そういう残念な運転はね、気をつけてほしいなと思います。